よ。これはまるで花びらが散ってるみたいだな。ヘルだ、バン、敵襲だ。出やがったな。あんなところにも囲まれた。こいつら知性があるのか。とどめは刺さなくてもいい。谷底に叩き落とせ。魔法が妨害されて止まらないよ。敵の気を引いてくれないと。エルザ、さっきの力でなんかできないのか。ユーリス、何か感じるか。ああ、それも今までの医者なんだ。そいつは楽しみだ。僕も援護する。
エルザ、そのままだ。そのまま出口に連れて行け。エルザは橋までおびき出せ。ユーリス、狙いは足元だ。いいな。洞窟を抜け空を仰ぐと、蒼天に輝く太陽が満身創痍の傭兵たちを出迎えた。そこは城下町へと続く道。さっきの声は誰だったんだろう。とても寂しそうだった。あの人がこの力をくれたんだろうか。でもなぜ俺に。で貫徹だぜ。ありえない。やっと街道に出た。子供たちが逃げ遅れてる。俺たちがあれを引きつける。まずは子供を逃がす。あ、ユーリス、魔法は子供を逃がすまで控えろ。子供は僕が引き受ける。さて、さっさと終わらせるよ。Thank you.
じゃないのか。お怪我はありませんでしたか。はい、ありがとうございました、騎士様。騎士様？いえ、我々はアルガナン伯爵に雇われた傭兵です。傭兵？それは失礼いたしました。先を急ぎますので、これで。また一人逃げるぞ。もう持たない。エレンさん急げ、引くぞ。エレンさん、開けろ。依頼の者は手に入れた。どこかに捨ててくれ。それがあるから街が襲われる。話が違う。まず中に入れてくれ。金ならそこに置いた。それでいいんだろ。怪我人がいるんだ。頼む。行こう。ここでも傭兵は嫌われ者みたいだな。気にするな、いつものことだ。